今日の日付で受付させてもらいますので、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。福岡市の博多区役所では婚姻届を提出したカップルに一輪のバラの花が手渡されました。また似顔絵のサービスも行われ、2人を前にして丁寧に描かれた似顔絵がプレゼントされました。おめでとうございます。ありがとうとかのなんかまあ感謝の気持ちとかを、まあ、もうお互いなんですけど、まあ、言えるところとか好きです。お互いを思い合って、まあ、穏やかに過ごしていけたらいいなと思います。同じです。福岡市では5年前から11月22日のいい夫婦の日に合わせて、すべての区役所と出張所でこの取り組みを行っています。